ズマチャンネル。こんにちは、ヒグマです。今日は名古屋帯と袋帯、着付けがね、どう違っているのかっていうのを見ていただきたいと思います。私がいつもね、やってるやり方では、名古屋帯と袋帯の着付けはほとんど違うなって、ちょっとの違いなんですよ。全然違うやり方でやる方もいますよね。例えば袋帯の場合はなんかこう帯をこう前に持ってきて、ここにこう帯をねくっつけてして後ろに回すっていうようなやり方をされる方もいますけども、私のやり方は全部せーのってこう全部背負うやり方なんですよね。そのやり方がすごくね似ててね、え、同じなんじゃないのって思われる方もいるんですけど、実はちょっとだけ違う。そのちょっとだけ違うところでね、全然変わります。っていうのもね、名古屋帯は一重太鼓だけど、袋帯は二重太鼓ですよね。それが出来上がるとほとんど同じやり方なのに、違って出来上がる。そこを、見ていただきたいと思います。名古屋帯と袋帯の帯結びの手順を表にしてみました。すると3番と4番のところが違っていることが分かりました。それでは実際に見ていただきたいと思います。はい、それでは名古屋帯を締めていきます。今上の表のね、1番のところ、黄色くなってるところをやっています。手先ね、この帯は少し長いので、ちょっと折って1巡目を巻いています。そしてキュッと締めて帯を3重巻きにしました。そして1巡目の部分は手先なので抜いて後ろに回します。そしてここで垂れの部分ですね、長い方の帯の下に紐を通すようにして仮紐を縛ります。そして手先は前に回してクリップで留めておきます。はい、そして2番の背中仮紐になります。ここはお太鼓の部分ですね、垂れの部分を広げて、そして紐をかけるんですけれども、紐はね、なるべく上の方にかけた方がいいかと思います。この紐をかけた上に帯枕が乗るっていう風にイメージしてかけるといいかと思います。そして次は3番のお太鼓を背負うところです。ここでは帯枕に帯揚げをゴム紐でかけた状態で、それをギュッと上げていきます。ここである程度お太鼓の柄を調節できますね。そしてここで帯枕の紐を縛って、これはね、高橋着物工房さんの帯枕なので、こう伸縮性があってとてもね、楽なんですよね。で、これで帯揚げは適当に縛ってここにとりあえず入れ込んでおきますね。はい、できましたね。はい、そして次は4番垂れの位置を決めるところですね。私はだいたいお尻の一番出っ張った部分よりちょい上ぐらいにかけています。これは好みもあるので、自分の好きな位置で、垂れの位置を決めていただければいいかなと思います。垂れの位置が決まったら、そこで仮紐を当てて前で縛っておきます。はい、そして次はお太鼓の下線に仮紐をかけるところになります。垂れの長さとお太鼓の大きさを確認しながら、ちょうどいいかなと思うところで仮紐をかけて
前で縛ります。このぐらいかなって見ながらやっています。でいつもは私は手鏡を持って後ろを確認してやってるんですけれども、今日は手鏡の部分はちょっと省略しています。手順がね、手鏡で分かりにくくなったらちょっと面倒くさいので、今回は手鏡は省略でやっています。はい、そしたら次は手先を入れていきます。手先にかけていた紐やクリップを外します。そしてこれを折って後ろのお太鼓の中に差し込んでいきます。ひゅーっとね、差し込んでいきます、はい、ちょうどいいぐらいにできましたね。左側に余っていた場合はちょっと折ってもいいかなと思います。そして最後はもう帯締めと帯揚げを締めて仕上げっていうことになりますね、はい、今回は紫の夏用の帯締めをかけていますね。帯揚げも今回はローの帯揚げですね、まあ、一重の着物に合わせて帯揚げ帯締めは夏物を使ってみました。ここはね、結構時間かかっちゃうところなのでね、少しいつもより時間かかってるかなと思います。結局いろいろこの手順割りで見たんですけれども、一番時間かかるのはこの帯締めと帯揚げを縛るところでしたね。はい、もう出来上がりかなと思います。出来上がりです。はい、それでは袋帯の方を締めていきたいと思います。はい、それでは今度は袋帯を締めていきます。はい、1番ですね。ここは名古屋帯と全く同じです。ただね、帯が長いのでちょっとよいしょっていう感じで帯をこういうところですね、ちょっと帯が長くてもたついちゃったりとかすることはありますね。はい、でキュッと締めていって、まあ、ここでね帯の柄を調節できたんですけれども、今回ちょっとそういうことあんま考えないでやってますね。で手先を外して後ろに回して、はい、ここでキュッと締めて、お太鼓の部分ですね、長い方の下に仮紐をかけます、はい、これで前で縛りますね。そして手先の部分を前に回してクリップで留めておきます、はい、そして2番の背中仮紐になります。この背中仮紐は、袋帯の場合はちょっとね全身で見ていきたいところがあるんですよね。ここが同じだけどちょっと違うところですね。背中に仮紐をかけるんですけれども、ここでねこの床にある部分、引きずってる部分を 4,50 センチになるようにして帯を折って背中に仮紐をかけます。っていうのはね、この長さで二重太鼓になる外の皮の部分ですね、その長さを調整してるんですよ。そこが長くなりすぎるとお太鼓の中に折り込んだ時、お太鼓の中でとぐろ巻いたりとかしてめんどくさいことになるんですよね。はい、そして次が、名古屋帯と違うところですね。タレを決めて仮紐をかけるところです。この作業は名古屋帯でもやってるんですけれども、順序が違うんですよね。袋帯の場合はこのタレを決めるっていう作業を先にやります。お太鼓を背負うより前にタレを決めるところをやります。だいたいお尻の出っ張ったところよりちょっと上ぐらいに私はかけていますけれども、そこはちょっと好みや体型によって違ってくるかなとは思いますけれども、だいたいこの辺かなっていうところでかけていただければいいかなと思います。はい、
そして4番目お太鼓を背負う男になります。はい、ここで二重太鼓ができますね。はい、この腰のあたりに帯枕を当ててぎゅーっと上げていきます。はい、帯ね、ちょうどここで2枚になっているので上に持ち上げるとここでもう二重太鼓の状態になります。だからこのタレを決めるところとお太鼓を背負うっていうところを反対にしてるっていうのは二重太鼓になるか一重になるかのそこで運命の分かれ道っていうことになるんですね。でここで帯揚げをちょっと仮に適当に結んでここに留めておきます。はい、そして次は5番目のお太鼓下線に仮紐を当てるところになります。ここは名古屋帯も同じなんですけれども二重太鼓になっているので、こう帯が2枚になっているところを意識して下線に仮紐を当てて前で留めます。ちょっとここでね、あの太鼓の大きさとか斜めになってるなって思う時は、まあ、私はここであの鏡見るんですけれども後で直すことにしています。はい、そしてもうここで手先を入れていきますね。紐をほどいてクリップも取って手先をお太鼓の中に入れていきます。二重太鼓の二重になった部分の間に手先を入れるってことですね。ここで間違えると帯がねちゃんと固定されないのでね、ここはちゃんと二重太鼓になってるかなっていうのを確認して差し込んでいきます。で最後ですね、最後は帯締め帯揚げになります。前も言いましたけれども、この7つの手順の中で一番時間かかるのは結局帯揚げ帯締めをこれ縛っていくところなんですよね。でここはあとはあの太鼓が曲がってないかどうかっていうのも最後に確認します。あとお端折りなんかも直したりとか、やっぱりここは一番時間がかかるところかなとは思います。でもね、見ていただいたように、まあ、名古屋帯と袋帯、まあ、そんなに違わなかったんじゃないかなと思います。はい、もうじき出来上がりとなりますね。はい、できました。はい、そしてこちらが名古屋帯の一重太鼓、そしてこちらが袋帯の二重太鼓となります。はい、いかがだったでしょうか。こちらは袋帯です。ちゃんと一重二重二重太鼓になっています。ちょっとね、前の帯の柄の出方がもうちょっとずらせばよかったかなって気はしますけど、今回はそういうことあまり考えないで着付けしてしまったので、ちょっと多めに見ていただければいいかなと思います。手順重視でねちょっとやってみました。名古屋帯と同じっていう感じでこう意識してちょっと着付けをやってみました。実はね、私はあの袋帯の方を先に覚えたんですよ。あんまりそういう人いないかもしれないんですけど、私は子供の卒業式の時に袋帯を締めなければならなかったので袋帯先に覚えたんですよ。で袋帯先に覚えてそれから名古屋帯って覚えたんですよね。でももともとこのやり方だったので、まあ袋帯も名古屋帯も大した変わらないなって思っていました。だけども世間ではわりかし袋帯の方がなんていうかこう難しいっていうようなイメージもあって、そしてこうやって前でこうお太鼓を作って後ろに回すっていう、こう作ってこう回すっていうやり方とかを見てちょっとしたこうショックを受けたんですよね。それはなかなか大変っていう感じで、まあでも人それぞれでこうやってやった方がやりやすい、こうやって持ってやった方がやりやすいっていう方で、それでやってたらもう全然私のやり方をおすすめする余地なんてないんですけれども、もしあの袋帯が苦手っていう方いらっしゃったら、私のやり方も試してみていただけたら
嬉しいなと思います。はい、今日の動画はこれでおしまいです。気に入っていただけましたら高評価、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。